皆さんこんばんは。メガネは、メガネあるよ。メガネは、よいしょ。メガネね、なんか私がメガネ使うとメガネだんだん曲がってくるんですよね。なんでなんだろう。ありがとうございます。見て、レンズでかしかも汚れてるし、めっちゃ反射するわ。そうなんですよ。まだありがとうございます。クマ肉まんハート、ありがとう。皆さんこんばんは、中村舞です。お疲れ様です。ハートありがとうございます。今日早いね。今日はそう、本当ありがとうございます。これから多分0時越しちゃう可能性があるので今配信をしております。ありがとうございます。そう、今からお仕事して、そう、移動してって感じで、うん、そうなんですよ。ハートありがとうございます。最近はちょっと移動が多い日々となっております。この配信はですね、30分間やろうと思います。はい、ありがとう。今日のコーデ、今日でもなんかカーディガン普通にした T シャツにカーディガン羽織ってます。なんかゆる、カーディガンって持ち運べるのいいよね。ね、かわいいじゃん。ハートありがとうございます。大きい、そう、なんか大きめが好きなんですよ。ちょっと黒、ミルルンさんの T シャツ見せ方下手ミルルンさんの T シャツ、うん、ありがとうございます。ダメだこりゃ見せ方が下手すぎて、チラ見チラ見。もう見せません。
なんか最近バラバラの時間にショールームをしすぎて。ありがとうございます。このままこのまま行くよ。なんかさ、何泊からキャリーケース持ちますか？私一泊だったらキャリーケースは持たないんですけど、2泊くらいから持つキャリーケース持ったことない。もう全部リュック派ですか？連泊7泊くらい、そう6泊ぐらいはどうなるん？最高何連泊？9とかじゃないですか？わかんない、9か10か忘れちゃった、そんぐらいだったと思う。さすがにその時はキャリーケース割とちっちゃいのにキャリーケース持ってって洗濯しましたね、ホテルで。めっちゃキューキュー、そうホテルで洗濯する、コインランドリーあるじゃないですか。いやね、今回一泊じゃないんですけどね、私バッグで行こうと、もうさっきもうパッキングはもう済ませてあって、でちょっと大丈夫かなと思いながら手持ちバッグで行きます。洗濯という洗濯？洗濯はしません。荷物を少なく。お金？お金がある。でもねお金ね、あんまなんか場所によるんですけど持っていかないようにしてます。このコンビニでなんか買ったりはするから、コンビニで買えるくらいのなんか何千円か持ってって、そう、ありがとう肉まん。お金をなるべく持っていかない。財布は持ってます。キャッシュレス？違います。なんかこの間タクシーに乗った時にたまたまこう乗って、でパッとお財布見たら大きいお金しかなかったんですよ。大きいお札しかなくて、あやばいと思って、もう途中だったんですけどタクシーの運転手さんに、すいません大きいのしかなくてみたいな、大丈夫ですかって聞いたんですよ。そしたらなんか、あちょっと無理かもみたいな感じで、運転手さんがちょっと難しいかなみたいな、今お金ちょっとないかもみたいな言われて、で どうしましょうって言ったら、なんかコンビニで崩してくるわって言ってなんか貸してって、お金貸してって、お金渡したらコンビニで崩してきてくれてなんかそう、最初ペイペイをね、なんかペイペイやってるからペイペイで払うの無理って言われて、でもなんか自分ペイペイ残高が全くなかったんですよ。アプリはあるんですけどチャージの仕方がよく分かってなくて、ずっともう何百円しかない
ペイペイのアカウント持ってて、で結局なんかコンビニで下ろしてくるわって言って運転手さんがコンビニで、ありがとうございます、可愛いもありがとうございます。運転手さんがそう崩しに行ってくれたんですよ。しかもなんか運転手さんがなんか9300円をくれたんですよ、なんか私に。その1万円持ってって、でなんかコンビニでなんかして9300円私にくれたんですよ。で「えこれ何ですか?」って言ったら、なんか「700円でいいから大丈夫」って言って、絶対700円の距離じゃないんですけど「700円でいくら?」って言われて、先にそう冷えてもらって、そう絶対700円の距離じゃないだろうなって思いながら、そうなんですよ、コンビニでお支払いをしてきてくださったね、優しかったです。いやなんかそうメーターあるじゃないですか、メーター見てたけど絶対にもっとしてると思って、これはCU 言うてないですよ、言わないですよ。尊い、ありがとうございます。優しかったです。うん。そう。優しい人で溢れてる。だるまありがとうございます。一人、そう一人だった、一人で乗ってた。そうでもなんかタクシーに乗るときは細かいお金を持っておくべきだってちょっと思いましたね。気づくのが遅かった。サザエさんやってる?皆さんサザエさん症候群になってるんじゃないですか。お魚くわえたドラ猫を追っかけてトゥ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 裸足でかけてく陽気な、野良猫じゃなくてサザエさん、あれサザエさんだったっけ、サザエさん、あれサザエさんだったっけ、サザエさん、はいでサザエさんシンドロームなってるなってる、みんな「みんなが笑ってる」「トゥ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 」お日様も笑ってる、あれ誰が笑ってるんだ、うるるるるるる、今日もいい天気、トゥ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 、来週のサザエさんはプチッ、
悲しくなってきた。明日が仕事だって。じゃんけん。あ、じゃんけんせんとね。今日のじゃんけん、オッケー。明日のマイキューはプチッてってって早起きです。お腹が空いてたまりません。ショールームは夜にやるでしょうの3本です。それでは明日もまた見てくださいね。じゃんけんポン。うふふまだありがとうございます。勝ちましたか。じゃんけんは皆さん最初はグーじゃんけんポンってやるじゃないですか。パーを出した方が勝つ確率が高いらしいですよ。なんでなんか私いつもグー出しちゃうんですよ。今もなんか気づいたらグー出してたんですけど、なんか結構最初はグーじゃんけんポンってそのままグーを出す人がなんか多いらしい、心理的に。だからパーを出したら勝ちやすいらしい。まあ知らんけど。私はグーいつも出しちゃう。絶対グー出したでしょ。愛子の人いっぱいいたと思う。はい、ありがとうございます。知らんけど。なんでパーがグーに勝つんやろ。まあ言いたいことはわかります。なんで紙が石に勝つのかってことですよね。わかります。タコハートありがとうございます。その気持ち。包むからハサミも紙で、そうですよ紙で。そしたらパーはありえないくらい強いんですよ。包み込めるから勝てるっていうんだったらハサミだって包めばいい。パーはもうめちゃくちゃ強い、もう最強な手なんですよ。ね、ハサミが石に負けるのはなんとなくわかるな。うんうん、ター最強説あるこれ。ありがとうございます。まあこんなことを言っていたらね、嫌がられます。そうなんで。パーはね負けますよ。ちょっとこんなこと言ってたらパーが強いからとか言ってたら、
ありがとうございます。今日何時まで？今日ね50ぐらい言うてめっちゃ短かった。あと9分ぐらいしかなかった。うん、ご飯食べた？食べてないんですよ。食べなさすぎて唇が唇が唇がご飯を求めている。ありがとうございます。なんか食べます。ラーメン。もう私はねこの日に食べようっての決めてるんですよ。ラーメンはこんなにラーメン我慢してるのすごい。最近ラーメン全然食べてない。二郎系食べたいんですよ。そう、あの夢を語れって知ってますか？ラーメン屋さん。なんか結構前に広島に来たんですけど、もうできたんですけど、まだ一回も行ったことないんで夢を語りに行きたいんですよ。私は夢を語れ。食べきれない。でもね前行ったんですよ二郎系。2回ぐらい行って全員ドラさんと行ったわ。おきちゃんと2人で行ったし、ソラハと2人でも行ったわ。ワンちゃんありがとうございます。え、食べました、食べきれました。私多分ねこってりしたものとかも全然いけちゃうタイプなんですよね。うん、2人で行った。ソラハとも行って、でもなんかもうめっちゃお腹パンパンになって最後なんか罪悪感で歩いて帰った。一人でラーメン屋に入れますか？もう私一人ラーメンばっかりしてるんで全然入れます。いつもあの家系ラーメンを一人で食べに行きます。量多いと、いや、大丈夫だな。そんなに、あ、多分麺の量選べるんじゃないかな。いいね、ありがとうございます。家系ラーメン、え、美味しいよね。ほうれん草、わかる。美味しい。ほうれん草。なんでほうれん草乗ってるんだろう。しかも私大体ランチタイムに行ったりするんですよ、お昼の。だから大体ご飯無料だったりするんです、家系ラーメンとか。だからご飯食べちゃうなんか無料って言われたら食べちゃう。海苔わかる、海苔が美味しい。あーラーメンが食べたい。みんなラーメンの話をしたらもうラーメンが食べたくなる。ご飯食べきれる？え、食べきれるかも。え、やばいですか？まあ、ラーメンとご飯、まあ、お昼ですしね。食べたりしますよ。なんかね、スープが結構濃いんですよ、味が。だからご飯が進んじゃうんですよね。
なんかスープでご飯食べれちゃうみたいな。美味しい。いっぱい食べ、そう、いっぱいいっぱい食べるときは食べます。もう食べるぞって決めたら食べる。太麺と細麺、うん、どっちでも好きだな、柔らかければ。だから私の家系に行ったら絶対、油の量は普通で頼んで、味の濃さは濃いめで頼んで、麺の硬さは柔らかめで頼むんですよ。そしたら私好みのラーメンが来る。めっちゃ美味しい。私の食べ方してどうだろう。でも結構変わりますよね、ラーメンって。マイキューセレクト、マイキューセレクト一覧編。一覧は超ヤバ頼む麺で、ニンニクは一辺入れるんで、味の濃さは濃いめで、油は普通。そんで、ネギが青ネギと白ネギ頼めるんだけど、青ネギ点白ネギってこうどっちか丸囲むタイプなんだけど、その点のとこに丸囲んだら青ネギと白ネギ両方出てくるから、その点のところに丸囲んで出す。これマイキューセレクト一覧編。辛いやつは普通ぐらい入れます。一般の普通のおすすめの辛さのとこ入れる。替え玉？でも替え玉オンリーで美味しいよね。うち、そう、ラーメン、私もラーメン大好きなんで、好みのラーメン。やってみてください。49分ありがとう、お知らせしてくれて。一覧味の濃さあるんですよ。これが薄めと普通と濃いめあるんですよ。私は全然違うから、薄めと普通と濃いめ全く違う。私濃いめはマジで本当に濃くて好きなの。でも絶対にむくむの確定するから、ちゃんと何ですか、覚悟して食べた方がいいです。味濃いと。不満ありがとうございます。濃いめが好き、味濃いの好き。豚骨いける。50分、ありがとうございます。わー、初見さんもありがとうございます。配信がもうそろそろ終わってしまうのです。中村舞でした。来週じゃなかった、明日は夜やります。多分めっちゃ遅くはないんですけど、何時だろう、明日の仕事の具合によるんですけども、分かんない、21時から23時ぐらいまでの間、めど。
でやりたいと思います。どこかそこら辺男女呼ぼ。TM マンさん、タロスさん、福太郎さん、リョンキューさん、アーリーさん、まゆたみさん、シンジさん、のすけさん、おやじさん、きなぺこさん、ケンジさん、リエさん、にゃたろさん、そして配信を見てくださった皆さん、ありがとうございます。この今この何ですか、このルームの皆さんを見たいと思います。いってらっしゃい。あ、行ってきます。お疲れ様、ありがとうございます。気をつけてね。ファイトだよ、もえちゃん。ありがとう。みんなも明日も頑張りましょう。月曜日か。また明日ね。またね。また今度ね。また明日。今日も好きでした。ファイト。バイキュー。頑張れ。頑張る。ということで。皆さん。また明日メールを送りたいと思います。ということで。